皆さんこんにちは、小栗旬です。今日は超豪華ゲストのライちゃんに来ていただきます。よろしくお願いします。はじめまして、ライちゃんです。よろしくお願いします。ライちゃんは台湾出身の方で、見れば分かると思うんですけど、超美人、もうやばいぐらい本当に美人な人なんで。めっちゃ褒めてる。全部嘘なんですけど。上げて下げるな。でも元テニス選手なんですよ、ライちゃん。本当バリバリやってて、台湾でもトップのジュニアで、日本に留学してやってた人なんで、本当テニスも上手なんで、今日は皆さん動画ぜひ楽しんでください。前編の動画はライちゃんの YouTube チャンネルのライチャンネルで上がってるんで、皆さんぜひそっちを見てからこっちの、後編の対決を見てください。よろしくお願いします。で、なんと僕負けたら坊主っていう罰ゲームまでつけられて、とんでもないプレッシャーの中、ハンデが、僕はダブルスコートまでを守る。で、毎回僕のラブサーティーでスタート。サーブは1本のみ。で、ライちゃん曰く真剣に打っちゃダメって言ってるんで、まあ、真剣に打ってないふりをしながら真剣に打ってやっていきたいと思います。いや、なんかね、真剣にパーンってきたらダメじゃん。追いつかない。じゃあ、ってことなんで、まあ、真剣に打たずにやっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。たかしのボール苦手だ。苦手かも。アドバイスか。そうだよね。違う。一球も入ってない。余裕出てきたぞ。まずここ釣ったらでかい。ここが勝負の分かれ目。余裕出てきましたね。あのトップスピンはいいですね。こう強く打たずに相手に効果的に引くようなショット。めっちゃ軽く打ったのにな。余裕出てきた。余裕出てきた。さっきまでと全然違いますね。さっきだって本当に顔がやばかった。
来た。やっぱ試合でもそうなんですけど、こういう時にやっぱ気をつけないとダメなんですよ。やっぱしっかり最後まで集中して、少しでもやっぱ勝ちの、試合終わって自分が勝ってる姿とか想像したらダメですよ。最後までしっかりと目の前のことに集中しないと。で、ここでそれらしいことで挟んじゃうし、僕も今でもあります。まあ今でも多分あると思うし、ジュニアの時はもっとあったし、やっぱ勝った後のことばっか考えて、なんかまくられたりとかあったから、みんなやっぱりとにかく目の前のことですよね。先も後も、先も前のことも考えずに、あとはいいことも悪いことも考えずに、目の前のポイントにやっぱどう取るか、それしっかり考えるっていうのが一番集中しやすいですよ。ああ、なるほど、はい、頑張ってください。はい、最後もちゃんとやるって、やっぱ美人に弱いな俺絶対。みんなさん、それでさ、たかしは調子に乗るっていう、リードしたら調子に乗るっていうのは分かった。ちょっと今サーティーラブスタートで、あと2球だけつなげていこうと思ってます。しっかりあと2球でしょ。ちょっとね、コート広すぎてどこ打ったらいいか分からない。逆に全部真ん中に返して。you
あー負けたあ、この時のためにねちょっと僕たちあるもの用意してるんで。何何すみませんね、勝っちゃってすみませんね。下の斉藤プロからお願いがあるそうです。僕らやっぱりやっぱり有名なシチュエーションっていうのをしっかり準備してるんですよ。ライちゃんに喜んでいただけるようにせっかく来ていただいたからなんかいろいろ楽しませてあげたいなって僕らも思ってて。そうですね。なんで僕試合今負けたんですけど3番勝負っていうのを用意したんですよね。はい。で僕からしたらそれが本物の勝負なんですよ。そうです。いいよ。でそれでやっぱり勝ったらまあ僕もです。負けたのに偉そうにしゃべってる。さすがやっぱり大ちゃんともっと仲良くさせていただきたい。そういう風に昨日あの寝る前にそう思って。だからまあ試合はまあちょっとギリギリ僕負けとこうかな。でその後に本物の3番勝負っていうのを用意してさらに大ちゃん盛り上がっていただこうと思ってたんで、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ3番勝負続きは次の動画で、大ちゃんと3番勝負よろしくお願いします。次は勝ちます。いや、負けた。